はい、どうも、イレイチ渡辺です。今回も前回に引き続き、イレイチ渡辺のボーラードを SA の持永さんによる解説でお送りしたいと思います。動画の15分、最後の方ですね、からは持永さんによるプチレッスン、B 級が陥りがちな課題、ということで、こちらもかなり勉強になりますので、皆さんそちらもぜひご覧ください。はい、前回の動画は、4フレーム目まで終わりまして、53点。イレイチ渡辺がこの今やってるところ、こちらをミスしたところで、終わったんですが、そちらの動画はですね、なんと過去最速の100高評価をいただきましたので、もしご覧になってない方はぜひ、前回の動画もご覧ください。というわけで、ボーラード中編、よろしくお願いします。ちょっと大事につきすぎが多いかもしれないですね。ちょっとどうでしょうね。ちょっとこうなかなか僕がイレイチさんだったら結構こう嫌なイメージが高まってそうですね。そうです、ちょっとイライラしてますね、イレイチさん。今なんかやっぱもう右上のコーナー行きたくないみたいな、あートラブル、トラブルになってしまいました。ここでトラブルですか。結構いいタイミングで来ますね。そうですね、もうイレイチさんはこの時割れるプランはもうすぐ固まりましたけど、それが実現できるかですね。はい、まあ、この形からいったら大体は8番から下に広ってで当てるとか、こういうポジションを、はい、一応イレイチはイメージして、はい、ここにポジションするための組み立てですね。組み立てに、あとはしれっとある6、7をどういうふうに考えるかですね。この配置だと5を入れて6にポジションして押してそこに出すと。お、なるほどなるほどなるほど。いうふうに組み立てを考えてるんですね。はい。ここで問題が発生しますよ。ショートしたりすると、あっと外れるありますね。そうなんですよ、もう本当に。いや、今のはでも手玉がもともと手玉がいた方にどれだけ近づいたかが大事だと思うんですよ。はい、横にずれてチョークショにくっつくことよりも、戻ってきた量が結局6番とかの振りに関係してくるんで、はいはい、でもつくとき反射的にクッションから剥がさなきゃってやっちゃうんですよね。まあ、そういう形でちょっとこれは予定の8番の穴が、なくなってしまいましたね。ということで、これめちゃくちゃ怒りながらもすごく悩みます。この後ですね、これはでも言ってもでもやっぱ6を取っといて7番サイドをイージーにしときたいですね。一旦2が見えるところに押すという判断をしました。なんとと、これは無謀なんじゃないのか今見たら。これはちょっと5番をどう引き剥がすかを先に言ってもよかったですね。なるほど、あ、5番 やっつけてよかったんですね。今そうですね、やっつけるか、今すぐじゃなくても、まあ、5番をやっつけれるところに持っていくか、もちろんちょっとここから先がまだ選択の変化はあるの で、これで5番を弾いて割れないかなって。ああ、出そうですね。はい、どっちかというとこれマイクションの方が、マイクションの方がいいですか。簡単ですね。いや、これを弾きに行きますね。弾くとむちゃくちゃ難しいですね。難しいんですか、これは。いや、今のは本当に難しいショットでしたね。でも8が割と悪くないところに行ったんで。行ったんですね。はい、でこれを7を落とします。7をとりあえず、もう今ちょっと嫌な土手突きですけど、なんとかなりますね。あー、素晴らしい。ただこうなっちゃうと8をよりどころに使っちゃいそうですね。そうなんですよね。これでも8ストップして2と、そうですね、もう1から割るみたいなチョイスになりそうですね、この流れだと。いや、点数少ないところで終わるのが怖くて、多分もう一回このこいつを忘れてるんじゃないですか、ね、ちょっとこう計画表から外してみようみたいな、そんな感じだと思うんですよね。まあでもやっぱそういうふうに思った時はそっちで良いと思いますね。僕も C 級の子とかにはそういうふうに教えちゃうんで、はいはい、いいですよって無視して取れるとこ取りましょう。ちょい引きで4、はい、4取って、はい、であとはこれを1をなんとかこう30、そうですね、ここにイメージするんですが、それも危ないこと選んでますね。そうなんですよ。でここ私も自分もちょっとまあ成長したのが、これはね、あの逆ひねりでいったら相当危ないということで、バターしようっていうふうに判断したんですが、はい、弱いショットコントロールしたら外れそうだと、ここバターですね。ということで、まあ、実際難しいです、バターもやっぱり。そうですね、やっぱショートしがちですね。ということでこういう形になってしまいました、はい、もうだいぶスペアが厳しい状況になってきましたが、ね、ちょっとやっぱこう今からポジション出すのはどっちも難しいので、僕だったら9からもう触りに行っちゃいますね。なるほど、上から触る分にはなんとかこう難しくならなくて済むかなっていう。
多分めちゃくちゃ難しい選択をこの後イレイチが選びます。1入れて、9のバンク出しをしにいきます。号泣で見るやつですね。あまりにもいい球がつけなすぎてわけわかんないことやり始めますが、意外といいところでありますが、そうですね、ちょっと厚めですね。そうですね、でなおかつひねんないといけないので相当強くつきます、はい、開きすぎないように強めに、そうですね、バンクやってみましょう。やってみましょう。これはこれはうわースーパーショット出ます。すごい素晴らしい。これはすごいですね。すごいこれはすごいです。もう 何負けぬイレイチさんっていうすごい3の当て方ですね。当て方ですね。かばせるんですけどね。あ、かわせるんですね。下だけでかわせるんですけど、大体そうなんですよ。そうですね、かわせないと思った人って大体薄く飛ばすんですよね。ああ、なるほど。あのもう薄く見えちゃってるっていうよくあるんですけど、結構よく見かけるんです。やっぱポケットが見えない球は基本的にこの最初に怖がったイメージの方に厚みがあると信じちゃう。なるほど。なぜか厚みを変えるんですよ皆さん。難しいですよね、僕も散々しでかしましたなんでやっちゃうんだろうって不思議でならなかったです昔。いやスーパーショットの後でしたが残念ながら、ね、いやーでも、いやーああいう入れはやっぱ羨ましいですね逆に。いやスーパーショットでしたね本当に。本当にすごい。ここでうわなかなかちょっと嫌な、感じですね。あの10番とか7番どっちか早めに取りたいですね。そうですね、早めにやっつけたいという。なくなる前に。でも今すぐ1見えちゃうんだろうな。これで押してこの辺で6というふうに自分は1入れてですね。はい。いや結構こういうポジションむちゃうまナイスポジションでしたけどね。めちゃくちゃうまいですね。でも危険な。危険ですね。もう多分つなげる球が失敗した時に出過ぎた時に多分取れる球が、そうですね、出過ぎた時に本当に少ないんでロングになっちゃうんで、さっきの場面で入れがあったなら言っといた方が良かったですね。あ、今の時点で言っちゃってよかった。最初の初球で言っとけばポジションが全部結構出る球多いんですよ。そうですね、まあその7番自体を飛ばす怖さがあって多分1番の方が絶対入るからみたいなイメージで取ってるんでしょうね。よくあるんですけど、うん、入れが簡単でも抜きが難しかったら難しいんですよね。なるほど。でもすごいすごい力加減のうまさですねまあ目先の1点を取りに行ったんですがポジションもうまく取れました。この後見てみましょう、はい、あとは順番だけですね。玉なりで3かなと言ってますね。これはどうなんでしょう、正解なのかよくわかりません。3はでもまあちょっと順ひねりたいに弱くなりがちですね。あ、本当ですね。そうですね、予言してくれるんですね何でもまあここはイレイチさんのシュート力だったらどうですか、ね、僕の中ではしっかりいかなくても外さない。しっかり来ましたね。しっかり来ましたね。素晴らしい。さあすぐ判断してさ、この2番がストップしての4。そうですね、ストップしての4の理由が知りたかったですね本当ですか。いや、まあ、その全然悪いわけじゃないんですけど、はい、結構4番行くときに今、はい、まあ、出てるところがあるんですけど、はい、やっぱああいうポジションするってことはレールギアを強くついていいっていうイメージがすごく出てるんで、あのレール際の球のシュートを少し厚くなれば外さないっていう寄り所が見え隠れするんですよ。なるほど、おっしゃる通りで、はい、今の2が引けてもいいやってついてもよかったかもしれないですね。5で隠れたら5取っちゃえばいいんで。なるほど、これはちょっと出なかったですね。そうですね、まあ、もうやっぱりこうなるんですよね。 そのぐらいだと思います。うん、結構この5番って意外とサイドに取っちゃうと、うん、5番のサイドってこっちの球につなげなくても完全にこの配置って6、10ってつなぐつもりっていう感じなんですけど、何気なくちょっとこの5番は嫌かなって僕は思います。あ、なるほど。ちょっと正面じゃないサイドのっていう予言者みたいですね本当に。あ、そうなんですか。すごいです、本当にすごい。さあこの後見ていきましょう。9番を、5のラインに通り過ぎたら8、うん、まあ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 、でもこれはそうですね、セオリー的にも絶対そっちだと思いますね。サイドで右振りになるような力が、はい、強く出ちゃいました。まあまあまあ問題ないでしょうってなりがちですね。そうですね。さあこの5番ですね、ちょい右振りということでこの辺かなと思います。逆にサイドの左側の下側か、はい、サイドの下側の直ションの方に振ってる分には簡単だったんですけどね、うん、そうなんですよね、ちょっと出過ぎてしまいましたね。まっすぐ目とこっち振りはかなり、あー、まあそうなりますね
そうですね、寄せたい気持ちが、そうなりますね、はい、そうですね、寄せたい気持ちがこんな形になってしまいました。もう予言者ですね、本当に。いや、確実にやる球ですね。玉なりで10。なるほど。さあ、この後なんですけども、はい、なんとかこの10番をですね、これはまあ薄飛びとかが多いですね。あ、やっぱり薄く飛んだ。そうですね、だんだんなんか急スピードを出さないチョイスになってて、はい、イレイスさん全体的に、はい、あのこのボーラードの時、はい、切り返し一切使わないように組み立ててるんですよね、はい、そうですね、なるだけ、でもよくあるんですけど、コーナー取って台半面しか使わずに、はい、あの長短で2クッションっていうのってすごいみんな使うんで、うん、今みたいなのってこう出しに行った方が逆にしっかりいけるんですよね。なるほど。でもなんとなくそれを厚みなのかひねりなのか、うん、どっちで作るんだってなっちゃって、はいはいはい、ぼやんとすると薄くよく飛ばすっていう、そうやってイレイチさんの持ってる技術と思考等があって、はい、そこがあと一歩進めば出さないで済んでたであろうミスというか、うん、なるほど、はい、そういうミスですね。じゃあ後半戦見ていきますが、はい、ちょっとスコアが伸びなくてだいぶあの雑になってきます。なかなかこう追い込まれる感じですね。そうですね、ここがあたりでストライクか何かが欲しいけど、サーブがこれが厳しいところになってしまいます。うわー、これはどうでしょう、5番5-7コンビ、もう5-7コンビしかない状況になってますん で、 うです、ね、もう入らないことも計算に入れてちょっと弱めにいってもいいかなーって、ここは必ず右のコーナーに行ってほしいと。ああ、なるほど、それはあんまり思わなくてもよかったかもしれないですね。あ、そうなんですね、どうせ9番いるんで。ああ、そうなんですね、もっと入れ集中でよかったですね。優しくいって、優しくいってよかった、はい。ガタスタートからの7番からのネキミスは本当そう、声出してミスったら終わるので、そうですね、一回ちょっと冷静にですね、はい、っていうことで、はい、ちょっと熱く入ってしまいました。まあまあでも失敗したけど、やっぱ引っ張る選択肢をしたわけで、多分9番をついた時に手玉のこうコースが少し楽になったっていうか、うん、そうですね、この時に、はい、そうですね、やっぱ9出なくなってますね。もう大体今のもちょっとこうタンクション入れて返してくる球なんですよね。あ、これは6入れて、10番、うん、そうですね、センター出し、まあ、4番3番受けてるしなっていう、危ない、危なかったですね、これはちょっと危なかったですね、全体的にちょっとこうやや置きに行きがちになってるというか、うん、そうなんです、もう全部の球が怪しい、うん、少ししっかりめなのか、はい、イレイチなのか雑になってると思う。少しちょっとペースも上がって、そうなんですよね。いやでも気持ちは分かります、これも2番見る必要はないですもんね。あー、これ4番、4番ですね。こういう時って結構そのショットが雑になってるんで、はい、例えばこれなんかもう4番イレイチさんだったら引けると思うんですよ、2より、はい、上の方に、はいはい、そしたらそこから戻れば何でもいいやっていう発想でも良かったりするんですよ。9出すきっかけができたりとかして少し生き返れたりするんです、はいはい、今多分もうあの窒息死寸前みたいな。いや本当そうですね、そんな感じですよね、はい、ちょっと息吹き返せるのか、これどうするんでしょうね、意外とむずい、この振りは嫌ですね、はい、結構こうイレイチさんが避け始めてた横に動かす力加減ってやつをもう頼りにし始めたんで、うわ、まあまあ、これはもうだいぶイレイチさん怒っておりますだいぶこれはもうおこですね、脳内おこですよ、よりによってそこに止まんなって言ってますね。そうですね、はい、まあ、それで選択をちょっと調考します。はい、ネクストきついのを取るか入れのきついのを取るかと、うん、そうですね、玉なりの方なのか、うーんっていう、これ苦しいけど8を選びました。なるほど、もうもういや、これはちょっと厳しいとは本人分かってますが、やっぱり厳しいですね。でも残りも考えると、うん、やっぱ8の方が入った時が確実ですもんね。そうですね、ちょっとまあ今のはもうあそこのポジションしちゃってる時点でダメなんでしょうが、うん、はい、いやこのスコアは、このスコアはもうなかなか厳しいスコアですけども、まあ僕アベレージが140点で、はい、10回やれば3回ぐらいが100点ちょっとぐらいになっちゃうんですね。ああ、なるほどなるほど。で200点が10回中2回とか200点近い点数がですね、なのでこのぐらいは普通にあるので、まあ一発勝負なんでしょうがないということで公開しております。はい、というわけで
残り3フレームは最終回の方でお伝えしたいと思います。今回の3フレーム分はかなり内容が良くなかったんですけれども、持永さんからいろんなアドバイスいただけたので良かったのかなと思っております。この後は持永さんからプチレッスンしていただきましたので、そちらもぜひご覧ください。はい、じゃあ持永さん、今回第2回のプチレッスンの回僕の、567のラックですかね、はい、見ていただいてちょっと気になった点であるということで、はい、そうですね、ちょっとこうイリスさんの、はい、癖というか、はい、よく B 級の人が陥りがちなパターンなんですけど、うん、はい、割とこのレール際の球に対しての、はい、こうトライの仕方ですね、はい、でやっぱりこうレール際、いざローラードっていうゲームだとどうしてもこう外すのが嫌なので、はい、こうやってこうアングルをこういう風につけて取るっていうことってほぼしないと思うんですよ、うん、ただそれをやりに行った時に何が起こるかっていうと、やっぱ熱く出しちゃうんですね。そうですね、はい、でこういうボールに対しての出し方っていろんな出し方があるんですけど、はい、こういうアングルってなかなか出ないんですよね。結構こうなっちゃったり、うん、こうなりたくないがゆえにこうしてしまったり、はい、で結構こういうので割とこう悩んだ結果、はい、この熱くなった時強くついて、はい、でちょっと遠くなった時いっぱい引き回転をかけて弱くつこうでしたり、うん、そして厚みがずれるみたいな、あります、はい、結構ありがちですね。ありがちですね。なのでこういうのとかをやっぱり取るにあたって、はい、何が大事かなっていうので、厚くすること、半端な厚さを作りたいっていうのも、もちろん願望としてはありなんですけど、はい、ちょっとぐらい振りがついたって何とでもなるでしょっていうことをしっかり確認しておくことが大事だと思いますね、はい、うん、やっぱりこれがアングルとしてこのぐらいアングルがつくと結構嫌がる人多いんですけど、実は B 級の人だったらこういうのって何とでもショットで普段カバーしてるはずなんです。ナインボールだったら多分嫌じゃないはずなんですよね、はい、でナインボールとかだとちょっとついてみます、はい、結構こう右下をついて柔らかくこうやってこういう風にするショット、結構あります ね、 結構ありますね。これこのボールの次の球をサイドを狙えるこの球にしようっていう企画結構多いんですよ。はいはい、2の次は3だ、はいはい、あります。だから2は厚くないといけない、うん、って言って厚く本当に出しちゃう、はい、そしてよく見る外し方が、今若干シュートラインがこうでまっすぐではないんですね、はい、ちょっとこう手玉がチョークッションに触れる動きになるんですけど、うん、これをあーでも手玉が土手突き嫌だなーって言ってイリスさんが言ったのは、ちょっと順ひねりで合わせにいってこうやって薄く飛ばす、うん、うん、あります。これは本当に手玉を勝手にここに止めようとする意識が強いせいですね。出し位置になっちゃってますね。そうです、厚く出さなきゃって思い込んで出しに行って失敗してる。でもこれって SA の人とか、プロとか A 級の人ももちろんですけど、はい、こういうので嫌がらないんです。うーん、こうなってここに止める技術はもちろんあるんですけど、はい、こっち側でもいいやっていう発想が大事だと思う。うーん、でこういうところできちんと振りをつけることを怖がらずに、うん、こっちに出しに行くっていう発想がすごく大事ですね、うん、もう一つ覚えてていただきたいのが、はい、結構僕もこれよく B 級の頃トライできなくてもったいなかったなと思ってるんですけど、はい、こういう球になった時に下でどうこうしようっていう癖がついちゃってたりするんですよね、はい、なので例えば実はゲーム中にこの鏡打ちであったんですけど、はい、そしてこういう時にバンってイエイチさんついてこっちに出しに行こうとしたんです。ありましたね。でショートした、はい、上手な人でもレール際で熱くなった時に、はい、言ったら逆振りですよね、はい、内側に持ってこようとしたら、うん、その時にこう下の胴点をついて強くこういうやつがよくあります。はい、ありますね。ああ薄いっていうのを聞くんですけど、はい、薄いっていうよりも無茶したなっていう、 うん、でもこれが拠り所になっちゃう人も結構多いので、はちょっと今今日は球ちゃんと出てないな、ダメだな今日なと思った時とかは、こうどっちかというと球スピードを少し抑えれるという意味で、はい、軽い左上、はい、の同点で左上軽くついてこうやってあげると、先球がこうポケットに嫌われなくて済みますし、ポジションとしても広く楽に取れるんで、ぜひ覚えててほしいなと思います。はい、この2ポイントぐらいのサイドになった球に対してもうちょっと振りの許容を広げてあげるっていうのが僕ら
の課題ということですかね。はい、その引き出しをもっとこう使ってあげましょうというか、こうなったときどうしても下の脳天で自分の手玉がいる側に戻すんだっていう発想がすごくこうよぎりがちなんですけど、一回前に行って戻すだけなんですね。こういうふうだったら素直にそれを思えるんですけど、うん、ありますね。なんかこちら側になった途端に、あ、下つけばいいんだ、はいはいはい、思ってしまいますね。暑さ的にちょっと無理な時まで無理をして持ってこようってしまう、そういうのがショットミスにやっぱ繋がっちゃうんで、こう上の動点もありますし、まあ、なだったらこれをこう最初からそもそも薄くなってもいいんじゃないかっていうふうに見極めをしっかりやってあげることが大事だと思います。いやー、めちゃくちゃ勉強になりましたということで、あの第2回は、まあ、これレール長のレール際のですね、そうですね、取り方の講座になりました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。